世界の奇抜な偉人、彼の名前は菊池寛。日本の文豪、文芸春秋社の創始者であり、芥川賞、直木賞を設立した、今の日本文学を支える人格者である。しかし彼には破天荒すぎる一面があった。その内容とは、あんな世のまた馬券がサクソ馬券が外れやがってさ、ふざけんじゃねえっつってんだよこの野郎。ねえよしこちゃんねえ、君との中だけはね、僕やめられねえんだよね。わしの女遊びがさらされとるやないかい。は？何このクソ、あ、出版社がこの許せ殺虫劇じゃ、全劇じゃ、全軍脱撃。